演舞開演。どうも、本日はこちら光味噌円熟麹のお味噌汁を飲みたいと思います。この中にこの4種類が入っているんですね。で、なんか開け口が独特なんですね。ここから開けるようになってるんです。これ背中から開ける、まあなくはない形ですが。では何味からですね。基本のわかめからいきましょう。カサカサという音がしましたね。フリーズドライタイプなのかな。これだけでいいのか。水分よく。おっと、こんなのもありました。こっち入れなきゃダメなんです。ダメなんでしょうね、これ。いやいや、危うく、ただ単なるお吸い物になるところだ。はい、こちらが中身を入れた後です。ではここにお湯を注いでいきます。このぐらいの量がベストだと言われましたが、まあ混ぜ終わりました。では飲んでみます。やっぱり朝に飲みたくなりますね。以前紹介した味噌汁と比較してみると、こちらはよりさっぱりとした味わいで、濃いのがちょっとという方にはこちらの方がおすすめですね。あと朝はこちらの方がよりさっぱりとした目覚めがあっていいかもしれません。お味噌の味はしっかり感じられて、中の具材も程よい歯ごたえがあって美味しかったです。なのでこちらの提出させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。